毎度、徹子です。韓国では、第3次補正予算について、激しい論戦が繰り広げられているみたいです。韓国政府は、積極的に緩和政策を実施しているんだけど、2次補正予算で財源が尽きてしまい、3次補正予算に充てる財源確保は絶望的です。新しい財源は、富裕層に対する増税で賄おうとしていることがバレてしまい、国民が怒っています。ニュースの詳細。ムン・ジェイン大統領は25日国家再生戦略会議開始直前に冒頭発言で再生という単語を計23回危機という言葉を8度言及した。再生が経済危機の治療薬であると同時にワクチンとも述べた。ムン大統領は今財政を攻撃的に投入しなければ韓国経済は治せない難病患者に転落する危機的状況だと会議中ずっと強調した。第3次補正予算来年度予算編成の方向については戦時財政を編成するという覚悟で財政の力量を総動員すると表現した。第3次補正予算案と21年度予算案が共に歴代最大規模で編成される見通しだ。しかし財源、税収などの単語は一言も取り出さなかった。国家財政の有限である以上、必ず財源は必要であり、議論のタイミングが来たにもかかわらず、昨年に続き、今年も、文大統領は、財源調達の方法について言及しなかった。とのことです。あかん。韓国の本予算と日補正予算の総額は、24兆8000億ウォン、約2兆2000億円に達するんだけど、第3次補正予算だけで総額を上回る金額になってしまうかもしれません。韓国政府内では、30兆から40兆ウォンになると予測されているんだけど、これの金額は、韓国歴代予算で類を見ない規模なんです。ばらまき政策一辺倒の革新政権の与党内部から、30兆ウォンより10兆から20兆ウォン増やそうという意見が多く、この案が採用された場合、第3次補正予算案は最大50兆ウォンを超える可能性も出てきています。お金が無限に湧き上がってくると本気で考えている人がたくさんいるみたいですね。12兆2000億ウォン、約1兆800億円だった第2次補正予算は財源がなかったので、国防費や公務員の年次休暇保障費などを削減して、なんとか財源を確保している状況です。そんな状況なのに、第3次補正予算案をまとめるのは至難の業です。多分、国防費や公務員関係への支出を縮小させるのかなって思います。ちなみに、こうなると、予測していた本田麦経済副首相兼、企画財政部長官は、緊急災害支援金を、所得階 70% に支給すると言っていたのに、政権与党が全国民に支給すると言ってしまい、全国民への支給が決定してしまいました。政府が考えている財源確保の手段は、脱税の所得課税強化と国有財産管理の効率化などです。下半期から、高額不動産保有者などをターゲットにした集中税務調査で富裕層を締め上げて、さらに、国家所有の有給不動産などの売却を促進するみたいです。ただ、この方法では根本的な解決になっていないので、最終的には増税を中心とした財源確保にシフトするんじゃないかなって思います。こちらが韓国の反応です。現金をばらまき、資金が足りなければ借金し、それでも足りなければ税率を上げる。それなのに、政権支持率は高いレベルで推移している。経済関連のない大統領が最悪です。経済を再生させるために資金を大量に使うことは理解できるが、それを埋め合わせるために増税するのはやめた方がいい。もしも増税すれば韓国経済が本当に終わってしまいます。ムン・ジェインの目標は庶民たちが今よりもっと奈落の底に落ちて政権が何をしても抵抗できないようにすることだ。対抗する力を完全に除き、社会主義に改変して中国の支配下に入るのが目標なのです。お金持ちへの増税が怖くて移民が増加しているみたいです。中間層の負担は同じだが、彼らは海外に逃げ出せない。経済や安保、何一つうまくできない大統領は初めてだ。活動家としては一流なんだけど、
任期の間に国を滅ぼそうと考えているのか、借りたお金を誰が全額返済するんですか。国家負債が増えた原因は異名幕やパククネ政府のせいです。他人のせいにするつもりはありませんが、これが真実です。最後まで見てくれてありがとう。意見や感想をコメント欄で聞かせてくださいね。チャンネル登録よろしくお願いします。